で、そうめんだ、ここ天ぷら。今この天ぷら終わったらここで冷麦。これで何するの？粉作る。それ天ぷら作るの？そうよ、なんで？ほんま？わあ、わあ、すごい勉強になる。簡単だよ。私こんなん知らない。知らないか。こういう作り方じゃないな、私。今日は全部ベジタブルだからね。ああ。それでお水に氷、小麦粉。え、なぜ氷と？冷たい方が粘りが、これあんまり粘り出さない方がいい。ああ。ただあの お店みたいに、あの野菜がもう余っちゃって残っちゃってしょうがないっていう、これ一番なく。いろんなもの。水結構入ってますよね。入ってますよ。そう、うん、すごいな。すごいね。そんな綺麗に混ぜなくていいでしょ。そう、ね、ちょっとたまたまがあると、なんかテレビで見たことがある。こうやるの、うん、あ、オッケー。しっかり。あと一旦全部やるんですか。やるよ。いっぺんっていうか順番にね。そのはい、オクラさんね、これ古い。オクラ大好き。本当。最近。人間様も古いんだ。古いんだけどもったいない。暑いから気をつけて。あ、はい。はい。なんで食べようと思わないし、あんまり。いやで、もういいですって言うまで。ああ、ああいうところいいですよね。うん、あれもそっか。つけたいんだけど。ほうほう。始まっちゃった。うん、ああ、すごいね。ちょっと、ちょっと、ちょっと、はい。いやー、やっぱり勉強になるわ。あ、そう。うん。わかんないんだもん、やっぱり。まあね、そりゃそうよね。あのね、欧米ではね、やっぱりしっかり混ぜることになるのよね。こういう生地って。うん、だから、だってさ、天ぷらってベジタリアンにしたらいいでしょ。いいよ。これでやるだけなんですね。うん、いいと思う。あのできてるかどうかわかんないから、硬い場合もあります。まあでも野菜だからね、うん、別にだって生でも食べれるものね。まあね、それでもやっぱり包帯は全然あるからね。これをすいませんけど、何が起きてるのと思われるね。そうだよ。まあすごい、それ剥げちゃった。すごいすごい。トマトはね、火に油に入ると栄養が増すからね。うん、あ、そうですね、うん。別にこんなの映したってしょうがない。こういうのあの臭みがないの。うん。ゴーヤ？今何なの？何？ゴーヤは結構お腹いっぱいになるね。いいね。青のり？そうですよね、うん、これはね、風味がある。あ、そう。あのちくわ自体そんな味ないから。ああ、あのじゃあこの青のりに何があります？うん、青のりはそうね、なんか卵とかも面白そうかも。ああ、そうね。青のりの風味が引き立つのは中はあんまり味のあるもんじゃないので、卵もいいと思うよ。めっちゃナイス。みんなと違っても知りませんよ、そんなの。だからあの家庭料理の魅力的なんでしょ、それ。まあね、みんな同じじゃないからこそ魅力的なんでしょ。そうね、そんな見たことがないですもん。はい、青のりもいい。いいでしょ、いい香りですか。なんでできるから。
って札幌だったからさ、私仕事も持ってたし、